夕霧は、海上自衛隊の護衛艦。朝霧型護衛艦の3番艦。艦名は、夕方に立つ霧に由来し、旧海軍の篠ノの目型駆逐艦、夕霧、吹雪型駆逐艦、夕霧に続いて、日本の艦艇としては3代目。第11護衛隊の3艦。手前から、雨霧、夕霧、山霧。 夕霧のアスロック発射訓練ドイツ海軍フリゲート、バイエルンと共同訓練中の夕霧、イタリア海軍フリゲート、フェデリコ・マルティネンゴと共同訓練中の夕霧、夕霧は、 中期業務見積もりに基づく昭和59年度計画3500トン型護衛艦2224号艦として、住友重機械追浜造船所浦賀工場で1986年2月25日に寄港され、1987年9月21日に浸水、1989年2月28日に収益し、第1護衛隊軍に直轄艦として編入され、 横須賀に配備された。1989年3月17日、第1護衛隊軍令下に第46護衛隊が、新編され、同日付で収益した、甘切りとともに編入。1991年7月1日から7月31日、護衛艦、白根とともに、フィリピン方面会場実習に参加。1994年、護衛艦、クラマ、 沢風、畑風、混合、甘霧、浅霧、和、間霧、補給艦、時は、潜水艦、竹士とともに艦隊平洋合同演習に参加。5月31日に横須賀基地出港。8月24日に横須賀基地帰島。1995年7月1日から8月4日、フィリピン方面会場実習に参加。同年11月2日、 ウィリアム・ジェペリーアメリカ国防長官が来館。1996年5月19日から8月13日、関太平洋合同演習に参加。同演習参加中の6月4日14時15分、ハワイの西方、約 2400km の西部太平洋上で 20mm 機関砲による射撃訓練を実施中。 標的を栄光していたアメリカ海軍空母、インディペンデンス搭載の A-6 艦上、攻撃機を5射により、撃墜するという事故を起こしている。1997年3月24日、対番号の改正により、第46護衛隊が第5護衛隊に改称。2000年、練習艦、カッシマと共に、遠洋練習公開に参加。 4月14日、東京を出港し、西回りでの世界一周遠洋練習公開に、十時中の4月19日に、後部煙突付近から出荷したが、損害警備のため航行を続行し、9月8日、東京に帰島。2001年3月14日、第3護衛隊軍第7護衛隊に編入され、低傾向が大港となり、同地に転籍。 2005年3月19日に、江田内を出港し、練習艦、鹿島、護衛艦、村雨とともに、近海練習公会に参加。神戸、四日市、大港基地、横須賀基地、東京晴海埠頭に寄港。その後、遠洋練習公会に参加し、イギリスのポーツマスに、寄港の際には、トラファルガーの開戦200周年。 記念国際観艦式に参加している。2009年、遠洋練習公開に参加。2010年5月8日に、第5次派遣海賊対処行動水上部隊に参加するため、大港基地を出港し、5月10日に横須賀基地を出港した村雨と合同して、阿弁和にへ向かった。6月5日から9月16日まで34回の戦護衛を実施し、 10月15日に横須賀に寄港した後、10月17日に大港に寄港した。この任務中の6月9日、死尿浄化装置の異常によりトイレ内に有毒ガスが充満し、隊員1名が中毒死する事故が起きている。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し災害派遣される。 2012年8月31日、第13次派遣海賊対処行動水上部隊として、ソマリア沖、アデン湾に向けて、大港から、マキナミと共に出港。任務終了後の帰島途上の2013年1月23日、インド洋で、モルディブ国防軍コーストガード小海艇、シャヒードアリと、親善訓練を実施し、2月11日、大港に帰島した。 2013年3月7日、編成外により、護衛艦隊直轄第11護衛隊に編入、定型校が再び、横須賀となり、同地に転籍。編入後、函館土津区で、定期検査及び関連延命工事を受ける。2016年3月6日、第24次派遣海賊対処行動水上部隊として、夕立とともに、ソマリア沖、 アデン湾に向けて横須賀基地から出港し、9月7日に横須賀に帰港した。なお、帰国途上の9月1日、フィリピン海軍のラジャー・フマボンと親善訓練を実施した。2021年2月9日から3月16日にかけて練習艦瀬戸雪を呼び、畑風とともに第54期一般幹部候補生家庭学生の 外洋練習公開に参加する。その参加途中の2月26日には、グアム周辺海空域において本艦のミスペイン、海軍練習反戦、フワンセバスティアンデールカーノと、親善訓練を実施した。また、2月28日には、両艦とともに、同海空域において、米海軍空母、セオドアル・ウズベルト、巡洋艦、バンカーヒルと共同訓練を実施した。 同年6月12日、第39次派遣海賊対処行動水上部隊として、横須賀から出港する。なお、出国行事は6月5日に、横須賀地区で実施した後、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、乗組員全員に対し PCR 検査を実施するとともに、5日から横須賀及び、日本近海において14日間にわたり、 訓練等を行いつつ、乗組員の健康観察を実施した上で、ソマリア沖、アデン湾に向け進出する。その進出途上の6月30日には、トリンコマリー沖で、米スリランカ主催共同訓練に参加する。米海軍からは、宴海域戦闘艦、チャールストン、P-8A、スリランカ海軍からは、昇海艦、ガジャバフ、サユララ、スリランカ空軍からは、 ベル212等が参加し、捜索救難訓練、戦術運動等を実施した。7月10日には、カラチ沖において、パキスタン海軍フリゲート、アラムジルを呼び、搭載航空機とヒパキスタン親善訓練を実施した。同年8月29日、アデン湾において、ドイツ海軍フリゲート、バイエルンとの間で、共同訓練を実施した。同年九月十四日、 アデン湾において、イタリア海軍フリゲート、フェデリコ・マルティネンボと共同訓練を実施した。同年10月16日、アデン湾において、スペイン海軍フリゲート、ビクトリアと共同訓練を実施した。11月11日、アデン湾において、英海軍空母、クイーン・エリザベスを中心とする英空母打撃軍との間で共同訓練を実施した。 任務終了後の帰国途上の12月13日に沖縄南方海域においてドイツ海軍フリゲートバイエル日独共同訓練を実施した。同年12月19日に横須賀に寄港した。現在は護衛艦隊第11護衛隊に所属し、定型校は横須賀である。海上自衛隊朝霧型護衛艦。ありがとうございます。